そういえばカタツムリの殻を収めるの忘れてた。なんか隠れ小屋にあったじゃん。てかここからも記念取れるわ。そういえば久しぶりに来たぞネズミ、ネズヌ。ここに溜まってる記念をまず受け取るでしょ。さっさと受け取るんじゃん。これで供物を捧げるんよ。出たー。なんか知んないけどよくわかんないわ何がどうなったのか。あ、そう、勝手に何これ。あったあったあった。闇夜の吹き込み、この月のマークみたいなところがそうなのかな。小さな子羊をまた会ったな、いい夜だ。そう思わないか。お前の教団は大きくなったか。信者たちは信心深いか。力ある信者たちが集まったか。もちろん。まあお前なら真理を理解していることだろう。信者にできる最上の行為、それは従うことだ。それでまた取引をするかい。今夜は狩りの成果があまり良くなくてね。捕食者に対して餌が少なすぎる。お前の忠実な信者、その一人を差し出してくれたら俺を渡そうじゃないか。どうだい。誰。なんかイベント進めるために必要なのかな。いやー渡したくねえんだけどなー今。まあいいだろういいんだ。ちょっとな早くも出番だぞパン君。差し出してあげよう。この猿です。どうぞ。ほらよ。ヒュー。あーパン君。今回もまた満足いく取引だったよ。ほら俺だ。さて失礼させてもらうよ。空腹で仕方ないんだ。パン君はどっか行っちゃいました早かったな。おじいちゃんになるまで、おじいちゃんになるまでは生かしてもらえるっていう話では、話が違うよって言われてぞ。なんか信者の数が少なくなっちゃったな。決闘したりなんなりなんやりいろいろやったせいで。あ、もう溜まっとるわ。早いね。記念速度が上がってるからかな。説教はしていくよ毎日。これで集めるんや。なんか先端、お前の後ろ姿キモくない？先端の後ろ姿すげえキモいんだけど。すまんけど。お前キモくない？クリティカルヒットが出る。いいね。でもなぁ、魔法ちょっとやりたいなぁ。正義の侵略。呪いの使用回数増加させていこうぜ。絶対強いやろ。まあバランスよく取っていこう。このゲームをすべて楽しむために。さ、どれぐらい集まるかな、一回の礼拝で。ふむふむ。31か。まあよかろう。信仰も上がるということで。ちょっと儀式をしてみてもいいかもしれないな。ああ、早速だけどパン君を、パン君って死んだのかな。ちょっと一回蘇生の儀式やってみて、パン君がどうなってるのか。パン君は戻ってこないのかな。あ、戻ってこねえわ。すまん、パン君。ライトさんを生き返らせてもいいかも。てか、ヤンミシンタロウも死んでるんだっけ、今。ちょっと待って、状況がわからん。今現在の、飛びに、テラチル教団の状況がわかっとらん。ヤンミシンタロウも死んどるんだった。あ、シンタロウはちょっとカエルにしたいという元々の願いがあったので、ちょっと黒猫申し訳ないけど、ヤンミちゃんは生き返すわ。ヤンミ生き返れ！うわば。お前にはネックレスを返しておかないとな。ヤンミ最終的にどういう結末を迎えるんだろう。これなんか一番パート1の一番最初の感じ見るに、こう王冠は2つの頭に乗ることはないみたいなこと言われてるから、最終的には俺って逆らって神になろうとするのかな。信者たちを道具として使うのだって言われてたけど。あ、なんだ、話すことある。私には分からないんですけど、あなたが本当に偉大な指導者なのなら、この場所の見た目をもうちょっと改善できたりしませんか。すいません、すいません、なんか冷静に言われた。装飾品ね、そういうことね。あ、よかった。うんちが近くにあったから、うんちのことかなって思いました。あ、もうすぐレベルアップ。で最終的にさ、こう、俺の希望の結末としては、こう飛び湯にメンバーを切り捨てて我に全て献上するのだ。いや、そんなことはできない。俺と飛び湯にメンバーは
一心同体だって言ってみんなから元気玉を集めて最終ボスを倒すみたいな、そんな感じの結末がいいんだけど、ダメかな。この礼拝像を強力にしていきたいから炎の祭壇セットにします。記念、炎の礼拝像、記念の収集量が増加する。最大値が増えてほしいんだけどな。旅に行ってる間にすぐに満杯になっちゃうんだよ。ちょっと炎の祭壇気になるわ。使ってみたいわ。ああもうなんか祭壇が、あ、燃料草いっぱい入れて、これを入れたことにより記念の生成速度が上がるってこと。なるほど。お、なんか竹雄が炎もうメラメラやってる。みんな星ひゅーまかした。おもろ目が燃えとるわ。カニ、マグロ、なんだなんだ。いや、なんか変な音がした。ブチューみたいな音がしたんだけど、何な、何の音ですか。センターの後ろ姿相変わらずキモい。なんかブチューって音したんだけど。あー、竹雄と藤宮が友達になったっつったけど、ブチューって音したけど、チューしてないだろうな、お前たち。そういうのだ、ダメだからね。やめてね。さて、もう大体やりきっているんだけど、財産、戒律と秩序、死後の世界、どっちにしよう。じゃあ財産でいこう。君たちの財産に関して最後の行状を設定する。金銭こそが全てか、それとも金銭に意味などないか。特性、正式建築。全ての信者が特性、正式建築を得る。建築物が作られるたび信仰を5を得る。ほう。特性、狂信者。全ての信者が特性、狂信者を得る。説教を行った際に得られる信仰が増加する。え、普通にこっちがいい。狂信者の方が分かりやすいな。我は、狂信者になるのだっていうわけですから。寺散るとして、寺像をあがめたてまつれ。ということです。分かったな。どんどん目が白くなってくる。お、ここでうんちすんなっつってんだろ。ここでうんちすることに関してはやめないのはなぜなんだ。別にトイレいっぱいになってるわけじゃないだろ、だって。あれ、寝れない人がいない。ベッドがぶっ壊れてんのかな。いや、なんで寝ろよ、寝ろよ。寝ろよ、つって。いや、普通に寝ればいいじゃん。あれ、なんでみんないないの。あれ、なんでここで固まってんの。バグった、ちょ、バグってないか。やばいやばいやばい。ちょ、一旦違うとこ行って戻ってくれば治るかな。寝床にもつかずに。おい、ダメだこりゃ。あ、これ明らかにバグやろ。ちょっと一旦やめよう。また悪魔を召喚だ。レッドハートを持ち帰ってくれる。これ。シュー。やっぱ体力に不安があるということで。カエル攻略していくぞ。カエルの森。あ、装飾品を作るができてない。なんでや。作んなかったっけ。あれ、こんなやついたっけ。ここに。よし、一体一体相手にするなら問題ない強さだな。二人とも気づいた。はい、よし、慎重に行くぞ。雑魚戦といえども、こうやっぱり途中で体力が削られることが一番やばいと見た、このゲーム。道具めっちゃ撃ってきそう。う、なんだ、なんか来た。ヘケトが来たぞ。まだ戦闘の途中なんですけど、我らが赤き王冠を追放したのは さほど昔の話ではない。お前のたちの兄弟なんじゃないのか。なんか五中の神みたいなこと言ってたけど、やつが解いた異端なる考えは到底許されるものではなかった。危険で有害以外の何者でもなかったのだ。そのような大罪を犯したからこそ、罰は緩慢にして苦痛にあふれるものでなければならない。貴様の教団に基金を振りまいてやろう。やめろ。そして欲と野望を秘めていたやつは神なる血を流させた。あ、じゃあ我々の、あー、みんなお腹すいた。お前、お腹すかせる攻撃やめろや。せこいぞ畜生。苦悩を与えるみたいな感じじゃないの。お腹さえ回復すればいい、解決する問題なのかよ、それ。
じゃあ自分で食料作れや、あいつら。なんで俺が作んなきゃ飯でもう作れねえんだ。おかしいだろ。トビーニョメンバー自立してください。よし、じゃあ人間を拾っていくか。お、誰だお前。おい、なんで目がそんな感じなんだ。どいつもこいつも私のサインに気づかないバカばかりだ。でも子羊よ、あなたは違うでしょ。あなた自身の愚かさ、そして私の賢さを認めなさい。そうすれば私はあなたに従いましょう。めんどくさいやつだな。なんだお前。あなたは意外とそこまで愚かではないのかもしれませんね。ムカつくな、アルグレオン。お前はパン君として育ててやる。よし、強くなったぞ、攻撃力が。ゼパル、カエルや、カエルやがないか。ほらほら、またそれ系か。うわ、なんだ。いや、どんどん敵出てくるんだけど、やばくない？敵出す、出すぎだろ。すぐ倒せるならいい。ちょっと味方のハートが、ハートマークのやつが敵に見えるから、どうにかしてほしい。あいつ誰だ、あいつ、あ、何の悪魔だ。どの信者の悪魔だ。よし、冷静に相手の攻撃を見極めていかなきゃ。相手こジャンプの攻撃範囲そんな広くないっぽいし。ヒットアンダーウェイ、ヒットアンダーウェイ、ヒットアンダーウェイ、ヒット、よし、楽勝でした。ボカーン食らっとるけど。ゼパル、なんだこのモコモコは。ムックが基本的に仲間になるっぽいな、ここのステージで。離反しないでくれ、みんな頼む。腹減ってる、みんな。めちゃめちゃ減ってるやないか。肉料理出すからね。まずい肉料理。まあ、いっか。まあ、全然あれやってもいいんだけどね。食祭の、食宴の儀式みたいな。これだとでも全員に行き渡らないんじゃん。どういうことになるんだろう。これは回収しておきます。神聖なるケージが満たされた。よし、ナイス。またそこは腹を空かせている。すまん、タソディア。神聖なるケージでちょっと教団のレベル上げとこう。上げるのが最優先。より多くの記念を集める。これ150ぐらい集めれるようになってほしい。よし、もう全然敵のボス倒してないのに教団は最大レベルまで上がっちゃったぞ。そんなんでいいのか。みんな盛り上がれ。お腹空いてるだろうけど。イエーイ。みんなちょっと腹めっちゃ空かせてるわ。ダメだわこれ。やっぱり数が必要だったんや。ちょっと雑草料理で申し訳ないが、野菜料理。あ、でも下痢にかかる可能性あるからな。雑草料理の方がマシだわ。これ作っとこう。あ、ミスった。なんか燃えてる。初めてミスった料理を。焦がしてしまった料理は信者に食べさせることができません。一足後早く掃除してしまいましょう。信者の腹を満たすためには何か別の料理を作ってあげましょう。今度は焦がさないよう気をつけてください。すいません。処理、シャッシャ。あ、タロピを復活させなくちゃ。こいつ反抗的だったけど、まあ、こいつの特性を。皮肉屋、あ、タロピにぴったりや。そうか、見た目やめろ。マイナス特性だった。ちょ、レベルアップまでの速度が低下するか。ちょ、よくないな。やっぱパン君でええわ。レベルアップの速度が低下するって一番あれじゃん、微妙じゃん。パン君、お前はまた生贄となるべく帰ってきたんだ。見た目変えてあげよう、せっかくだし。毛深いパン君。まあお猿さんが一番可愛いから、お猿、茶色のお猿さんが一番可愛いから茶色のままでいっか。なんだろう、ちょっとおしゃれだな今回のパン君は。お、なんか新しいの、なんか怖いのついてる。病弱、ああそう、物質主義者、従順。よし、タロピを復活させよう。タロピ、タロピが復帰したぞ。カエルかわいいな。俺カエル好きなんだよな。頑張ってくれたまえ。
カエルとして夜も働いてる。あ、カキさん帰ってきた。ナイス、よくぞ生き残りました。カキさん、信者を見つけたぞ。よっしゃ、カキさんは休んでもらって一応踊ってもろて。カキさんが持ってるそれなんだっけ、作業速度が上がるみたいなやつだったっけ。それだとはあんまりあれだな、あの効率良くないのかもしれないな。まあ寝てもらって、新たな信者、今誰が死んでんのか分かんなくなってきた。ちょっと分かんねえ、今誰死んでんだ。ライトさんは絶対死んでるよな。ライトさんも転生したな。ライトさんとして謎の見た目になってもらう、謎の入れ墨つけてもらうわ。今回は転生ライト。45日目。あー、ちょっとテント竹をぶっ壊した。おい、何しとる。偉大なる教室で外で寝るのはもう嫌なんです。虫はうじゃうじゃいるし、背中は痛いし、どうか安心して。今作ってるから、今作ってる作ってる、見て見て、ほらみんなで作ってあげてるでしょ。あ、また教場を増やせんの。もう教場増やせなくなってきてる。やっぱセンターの後ろ姿きめえ。何なんだあれマジで、どういう見た目なんだよ。アガレスの魔眼だよね。信仰監視係、信者を信仰監視係に任命する儀式を教会堂で行う。担当となった者は教会内を教団内を巡回し、信者の忠誠心を上昇させる。すげえ、ええやん、最高。寄付徴収係、信者を寄付徴収係に任命する儀式を教会堂で行う。や、担当になった者は他の信者から寄付を集める。はあ、これもやってほしい、めんどくせえから。いやでもこっちでいいか、お金いっぱいあるしな。信仰監視係を任命する。これはもちろんエキスパートテラチルである畑迫か闇に任命することになるでしょう。闇ちゃんお願いします、年長者として。おお、なんだこいつ、おしゃれなリス。お、ふんふんふん面白すぎんだけど何今の、今の流れ、謎の流れ気になるわ。信仰監視係が任命されちょっと下がったぞ。そういうもんなのか、ちょっと待って、どうなった。あなたが説教を行って信仰監視係が任命されるとなんかみんな不満を覚えた。ヤミちゃん辛い仕事だろうが頑張ってくれ。辛いのか知らんけど。